それではスイカゲームをプレイしたいと思います。いちご、デコポン、さくらんぼ、くっつけてぶどうにすると、ぶどう柿2つでリンゴで間に置いて梨と、でリンゴにして、でリンゴ2つで梨にすると、リンゴにして、で勝手にしておきます。こっちはで桃にすると、押せないですかね、これ。こうなっちゃうか。まあ、これでいかないですか。お、パイになりましたね。でリンゴにすると、で梨にすると、でこれはリンゴにして、かぶせちゃいましたね。なしだって桃と、とでどうなると、まあ、いらないの一旦置いといて、どうすか。とりあえずここの足にしてですね、足になんないですか。足になってそっち飛んでいっちゃいましたね。スイカになりましたね。スイカさん、メロンか。メロンになって、
ナシナルト。置いときます、こっち。で、リンゴまでしときますか。じゃあ、こっちで。育てつつですね。変にかぶさっちゃいましたね、これ。入ってくればいいですよね。入って、オレンジなしを。はい、なりましたね。じゃあ梨にしておきます。梨にして、こっちがずらせればいいんですけどね。ずらせないから。逃がしてまあダメかこれでいいか。でメロンとであスイカなりましたね。どの位置でスイカにするって大事だったりしますからね。まあこの位置はいいのかって言うとあれですけど。梨になりましたね、下が。他の方に置いてみますか。で、これを桃にすると。
リンゴにすると。私が持ってこれればいいんですけどね。もう桃になっちゃいました、こっちの方で。話で育ってくっつけばいいんですよね。というところでスイカにはできましたけど、やっぱり伸びないですね。というところで以上です。ご視聴ありがとうございました。